はい、ありがとう整体の平野です。野球のピッチャーは、スマホをやらない方がいいという、題でちょっとお話ししてみたいと思います。まあ本当に最近ね、まあ、指の緊張だとかアウターマッスルの話だとか、まあ右脳左脳の、使い方だとか、まあ、そういったところから体の緊張をね生むという話をしてきたんですけども、まあ、野球のピッチャーはねこの腕をしならせなければいけない、柔らかくしならせなきゃいけないという、観点からすると、やはり指の緊張が、ね、ある人は入れば入るほど、腕はしならなくなりますね。でそして、インナーマッスルから動き出して、で最後にアウターマッスルである、腕や 指先を動かす、はい、動かすということが、なかなかできなくなってしまう。スマホね、毎日毎日スマホで指を酷使して緊張させて、そして左脳を使ってアウターマッスル主体でアウターマッスルから動かしていく、腕だけで振るみたいな形になってしまいます。ですからまあ、プロというかね、こう真剣に、やってる人たちほどのピッチャーほど、まあ、スマホねあまりやらない方がいいのではないかという提言です。とにかくねスマホをやればやるほど指先の、指令がうまく伝わらなくなります。でそして余計な力を入れて、そして頑張って投げているうちにそれが、肘の怪我だとか肩の怪我につながる可能性もねすごくありますので、とにかく腕をしならせるためには、あまりスマホをねやらない方がいいのではないかという、提言です。